生駒武史、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香。人気ライターの動画が見たいなら必勝本 Web TV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。おはようございます。いい天気ですね。天気いいっすね。はい、今日暑くないですよね、あんまね。あ、そう、ちょうどいいね。ちょうどいいですよね。ちょっとどうしました昨日。まあ大阪前乗りして、はいはい、打ち合わせがあったらちょっとお酒なんかたしなみましたけども、はい、帰りホテルまでタクシー乗って。あ、そうだったんですか。ちょっと遠かったんで距離が。はいはい。カバンを忘れました、タクシーに。何それ。で、領収書をもらう忘れて連絡できないっていう、はい、え、どういうこと。いや、もうカバンが出てこないです、もう。え、マジで。はい、初耳です。けど、その大事なものは別に入ってなかったんで。あ、財布とかなかったんですか。財布はもう絶対ポケットなんで。携帯充電器とイヤホンと、はい、小説が2冊ぐらい入ってただけなんで、もういいやと思って。何の小説ですか。ん、小説なんですか。嫌です、恥ずかしいから言わないです。感動的なんでやねん。違うわ。ちょっと勝たないといけない。まあ今日だけに限ったんじゃないですよ、うん、毎回勝ちたいですよね。そうね、まあここ2回来て今回3回目。はい、だいぶ見えました。お、見えてきました。はい、ということは1回目やっぱりニコニコその枚方店系列店で昔よく仕事してて、はい、でバラエティ強いイメージがやっぱあって、うん、でここもそうかなっていうところで1回目の撮影の時バラエティ行って、あれちょっと違うぞってなってなりましたね。で2回目は1回目の抵抗からして信頼系強いじゃなかろうかというところ行って、これもう空振り、うんうん、だから今2回連続ちょっとこう予想を立てたのと全然違う動きになってる感じ。ただ一つだけ、はい、もう1回目2回目で共通して言えるところがあります。メイン島、本当の、ま、真ん中ですね、ドンって、はい、凱旋ハーデス、絆とかの島、はい、の凱旋ハーデスが強いっす、強めな。あ、なるほど、はい、そういえばそういう感じでしたね。そう、特に前回。そうです、だから今日は、ま、朝から、うん、ハーデスいきます。マジっすか。はい、そうなるとハーデス朝からは何気に他の動画にしろ番組にしろ俺売ってないなと思って、でここやったら狙う価値あるんちゃうかなというところで、あ、なるほど、行こうと思います。すごい、はい、なんか理論に基づいた。そうです、もう2回見た結果ですね。お、じゃあ今日のたけしが行く、はい、ハーデスでニコニコ寝屋川店さんをぶっ飛ばすと。いや本当ぶっ飛ばしましょう。マジで やったります。はい、あ、怒ってます。いや怒ってない、その振りやめてな。俺切れてないです、持ちネタちゃうし。やめてください。割れるな。あ、やっぱ絆いきはるね、前の人だ。ここや、行ったれ。久しぶりや、朝からいろんな意味でワクワクする。お、いじってるかな、準備ぐらいで分かってみましょう。やっぱりこう凱旋ハーデスっていうこう荒い系朝から行くと、まあ、いろんな期待込みもそうやし、お、斜めに。なんかやっぱりこう、やっぱ負けるときもすげえ負けるし、いろんな意味でやっぱりドキドキするよね。なんか起きるんちゃうかな、期待感はやっぱり 5.5 号機ではない部分がね。
ってワクワクしますよね。いやするで、普段やっぱりそこまで荒いの炎で行く方じゃないんで、たまに公安で行くとなんか落ちるんちゃうかっていう期待感込めて瞬間以上行ったかな。ダメミノス。まあレア役まだ斜めにこうかしか引いてないですけど、デメから推測するに通常もしくは天国手前準備ぐらいまでは動いてるイメージやから、まあまあ悪くはないかな。惜しい1ゲームは当たっても全然おかしくない。あー次叩いてたらめっちゃ熱いよ。あーそっちかい。なんでやねん、チャンスで引いたからね。いや、ダメで、まあこれ400のところヘルゾー、まあ行くかどうか、その変更挙動として見れる部分もあるんやけど、結構外部から分からんときあるんよね。800はまあ分かるけど、400のところ分からんときあるからな。あれこれ広角上がってんのかな、どうかな、それかもうショートでストーンと落ちる場合もあるし、やっぱりこの8192っていうのがね、外星ハーデス以外を打ってる時にまあ低いよね。いやこの台じゃないねんけどっていうやつやねんけど、ちょっと強めのレア役ですよね。そうやね。あとはね、バドマジ2とかで言ったらリプレイの同時当選やったりとか、いや、そうじゃないねんな、みたいな紫で見てるまあ、やっぱりもちろん高設定に対して打ってるけど、やっぱり常に心の動かにはゴッドっていう、ね、3文字はあるわね。いかなるシーンでも引けばね、こっちが有利な展開だね。こうっぽいですね、さすがに。そうですね、勝ってたし。406ゲーム、16000円で、まあ青ですけど、まあまあ言っても、トータルダメ数パグラルってね、なくはない。なんか引けや、リプレイでもいいから。なんか引きなさいよ。ボタン、来ない。ドッキーのセブン。まあ400のゾーンなんでね、ロングはもうほぼないと思うんで、変更挙動の確認だけしました。確認 OK です。いや、ただ打つ理由はできたんで、やっぱりその3回目にして、ハーデス外線ちょっと強い島でなかろうかというところと、前日全然出てないというところを考慮すると、これは攻めてもちょっといいんじゃないのかなと。なるほど、はい。まあ朝一から行ってて、これぐらいはもちろん覚悟の上なんで仕方ないけども、さすがにちょっと設定判別としては当たってもらわないと不安材料がね増えてくるだけなんで。じゃあ悲しい話しましょうか。いいよ。この前木星君の収録で、はいはい、アコガードのアルファンさんにお邪魔したんですけど、はい、ガレーで6万バーグした。ガレー好きやもんね、ガレーゼロ。面白いけどね、あの台ね。面白いですね。
引いちゃった、引きました。はい、おはようございます。544、さあここからまあ何が出てくるかでございます。嬉しいですね、2万8000使いました。よし、ここから何が出てくるか。まずこの100ゲームの間に、上乗せできるかどうかも大事です。まあ、目標ちっちゃいと思われるかもしれないですけど、2000枚目指します。はい、何気にやっぱり2000枚いかないこともありますよね、多々あります。だから目標個人的には2000枚で、とりあえずご勘弁してください。1回目犬出てくるとね、あとの2回がちょっともう自信なくしてますよね。あ、分かります。1回目だけでもね、せめてペルが来てほしかったけど。いや、マジでわかんない。めっちゃ引いてるよ。そんな100回とかは当たり前で生きてないけど、引いてるね。一番覚えてることって何ですか？やっぱり初代の初打ちで、真相3日目かな4日目ぐらいで初めて打った時にプチュンってなった時かな。これか5000枚フラグっていう。あと結構この寝台でゴッド系が出ると初打ちで8割以上の確率でゴッド引いてます、初打ちで。だ、俺の中で導入してすぐの時はゴッド確率2000分の1ぐらいになってるんちゃうかなっていう持論があるんですけど。あ、上がれ風吹け。ね、いろいろあるよね。あったね、ハーデスの出現率高くなってるとかね。まあまあそういうね、憶測推測含めて初スロっていうのはおもろいと思うやなと思うんだよね。話題になることっていうのはいいことですよね。あ、ベダ共通から上がったかな。上がってもレア役引けないと意味がない。さあ、ここから、おさらいしておきましょう。 50% で犬出てきます。 20% でハーデス出てきます。 25% でペルが出てきます。残り 5% で超犬が出てきます。どこの振り分けいくでしょうか。乗っていいんだよ。よし、あっ50%が、いやー 5% の超にかけよう。やっぱり一発目犬だとね、これあるねんな。おい、こら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 、これこらこらこら。まあ、準備で20、70、そんでの壁な。まあ、さっき言ったように一発目ね、犬出てくるとこれあるんですよ。犬あと1回避けたい本当に。ラスト、ラストカード。あー、イルさんだ。やっぱりな、一発目やった、これどうでしょう。いや、
ー仕方ない、ちょっと出玉は伸ばすの難しいけど、上野選手対象オール 50% 来ましたね、オール50。久しぶりにやってもたわ。サウンドはまあペル引いて上乗せできなかった、50やったと思う、思うよ、まあそれを考えるとね。これハーデスステージ行ってる可能性あるって言ってました、ね、この番組初めてのハーデスステージ。出会い受けないと意味ないですよっていうステージね、出会い受けないとポテンシャルは眠ったままです。引き出すのは俺の腕次第、ここ引き大事だからね。これさ、こんななんかこう大げさなステージなんやから、レア役じゃなくてもそれなりにたまには乗ってほしかったよね、銃とかで。うん、それ思うで俺、せっかく上がったのにっていうところで乗らへんのか、おい、後乗せに期待、まあ、もしかしてなんかこう言わないつもりだったのかもしれないですけど、まあ、ループの期待まだありますからね。そうなんです、それなんです、ループしてますよ。犬3匹やねんからしてくれないと困るよ。あれ？まあそんなもんですよ。よし、気持ち切り替えろ。切り替えてループですか。よ、頼むよ。テンパイじゃないね、演出が欲しい。リプさんで G ストップいける台が空いてで、まあまあ全体的にこう見た感じ、やっぱ外線のがちょっといいのかなっていうのは正直あるんで、起動します。外線でもコット引いてやりましょうよ。お、引こう。やっぱ外線早いな。早っね。僕、一昨日ぐらいガレーで6万負けたんですよ。ガレーの話したらゴッド引けるっていう感じじゃないな。ちょっと手応えないな。で、今ちょっとこう見てたんですけど、まどまりがね、島がまあ2が2台出てて、これがね、まあ2の2なんですけど、天が奥行ってるんで、これ行ってみます。はい、まあやっぱりこの3回目ですけども、窓間にはなんだかんだ言うとやっぱり入ってることが多いんでね、まあ番長3も後ろはあるんですけど、今2台出てるか、番長3もね多分入ってるとは思うんですけど、ちょっとこれにもかけます。外線ももうちょい融合してくれたらね、よかったけど、ここは当たってほしい、マジで。ああ弱い。あ、出た。ダメです。
からやからな、こういう気持ちも悪いね。いや、ちょっと悲しい話しましょうか。あー、もう悲しい話で目覚まさして。どうした？その、ナレーで6番負けた2日前ぐらいに番長3で5番負けました。いや、悲しいな。ほんまに悲しい話した。番長3勝てないよね。俺ダメだろ。だ俺ダメだ。マジで嫌い。まあ冷静に見たら面白いやと思うけど、個人的にはやっぱこうゲーム性が肌に合わへん。あ、もう精神的ストレスが半端ないやろ。だほんま、これ抜けたらやめるわ。いや、そうした方がいいと思います。私がすごい、この台私がすごい。はい、やめます。ちょっと今から高設定探すのはいいかな。波動もいいですか。波動いいな。ちょっと半端ないっすよ。どれかしら、どちらかですか。あれ、あ、もしや、はい、ゃあ、いや、なんかざわついてるなと思って。なんかおかしかった。ああ、えって、はいはい。これやろう。いやいや、来い。はいはい、わけがわからない。結局打たされる羽目になるというね。ひどい。ひどい。かのめっちゃラッキーじゃないですか。まあ、ラッキーではありますけどね。トントントン、あら、あー、さやかでもいい。あー、よいしょよいしょよいしょ。なんかすごいいいこと話せるのに、え、旗に邪魔されてる。俺も思ってて、俺キュッて今押されてる。押されてる。